今月6日、静岡市清水区小羽の国道1号バイパスの工事現場で、橋桁が落下し、工事に当たっていた2人の作業員が死亡、6人の作業員らが重軽傷を負った事故。この事故をめぐり、静岡労働基準監督署が、工事の作業手順や現場の安全管理体制が適切だったかについて、労働安全衛生法違反の容疑を視野に調査を進めていることが分かりました。今回の事故は、橋桁を橋脚に下ろす作業中に起き、油圧ジャッキでサンドルといわれる橋桁を支える台を撤去する際に、何らかの原因でバランスを崩すなどのトラブルが発生したとみられています。静岡労基署はサンドルの撤去手順など工事が計画通りに行われていたかや、現場の指揮体制が取れていたのかなどを中心に調べを進めるほか、工事の元請け会社については現場の安全管理が徹底できていたかなども調べる方針です。